今回はね、フレンドの風上くんとプレイしてます。はい、どうぞ。はい、じゃあこれからスタートします。新マップだよね、やっぱりね。はい、じゃあ行きます。ネメシスで行きます。これマッチングしないと結構あるんだよね。あれ、ミュートになってるぞ。あ、聞こえる？あ、なんかミュートになってたな。うん、3名しかいねえわ。あら、一人抜けちゃった。ドミネーションもね、さっきちょっとやったんだけどね、あのネメシス全然マッチングしなくて、うん、最初多かったんだけどね、なんか継続性がないよね、なんかね、どうしようね、うん、あるでしょ。日本時間やっぱダメなんかな、やっぱ外人の方がやっぱ人口的にもね、お、規模が全然違うでしょ。うん、まあ他のゲームやってるっていうパターンもあるわけよ。あのラスアスとか結構人気あるでしょ。ザ・ラスト・オブ・アスって俺も一応買ったんだけど、うん、あのアマゾンでいつも俺ゲームソフト買うわけ。まだ封筒からまだ封負けてない状態なんで、うん、ラスアス全然やってない。あのあれもやってない、ウォッチドックスも全然やってないよ。あれちょっとやったんだけど難しくてね、システムが結構、あ、持ってるの？あ、持ってない。システムが結構難しいわけ、あれ。ややこしい。まあ、最近慣れたんだけど、うん、いろんなのメニューがあって、あの、FF13 とかやった？やってない。あれ見たら分かるけど、変なの、なんていうの、アビリティとかって、その画面、そのメニュー画面で、要するに機能、なんていうの、その人の能力、経験値からそのポイントがたまって、だんだんあの進んでいく、あのスゴロクみたいな感じのあれになってたわけよ、 FF13 って。うん、なんかウォッチドックスもなんかそういう風な感じになってるわけ。ポイント、あの敵を倒したりミッションクリアとかするとポイントがたまって、それを消費してみたいなね、新しい機能を手に入れるみたいな、そういう感じになってるわけよ。ややこしいよ結構、うん、はい、うん、よし、じゃあ頑張るぞ。はい、今回はネメシスで、ゲームモードはキルコンファームドです。マップはショータイムになります。どれ使っていくかな。ここショットガンか SMG なんでね、ベクターでいきましょうか。レーザンブルブルー、カズちゃん、ここ何回目ぐらい？3回目。俺もまあ似たようなもんだ。ここ何武器使ってんの？武器は何なの？ショットガン SMG？ あ、 SMG か。これ SMG 強いよ、これ。ここはあの、ケニスター爆弾とか結構効くよ、このマップは。このマップは。あの、リースタルのケニスター爆弾。あれ、後ろのプレイグリー。俺、ケニスター今使ってるんだけどね。あの、今回から初めてね。ケニスター爆弾強いよ、これ。ここは。よしよし。タグを。最近も本当はね、森蔵が増えすぎてね。敵味方、ちょっと首つかない状態になってるわ、本当にこれ。味方のポリスも本当に敵となって一生懸命撃ってるとかね、よくやるんでね。よくっていうかたまにだけど。ちょっとこれは困ったもんだな。
モンスト本当に早すぎてのあれだよね、見分けがつかないって、区別がつかないみたいな、そういうのがあるね、たまに処理スピード速いやん、ね、これよっしゃ、おう軍用機いるよ、有吉の軍用機、軍用剣が強いんだけど、軍用剣ですぐ死ぬんだよね、ここ。あれしろ、クレドリー、あれしろ、クレドリー、まあいいよ、オンラインだよ、有吉のプライオリー、どうやベストがあるのかい、ベストを着なきゃ話にならないよ、これは。よっしゃ、おう有吉プライオリー、ヒットマークあるやん、おう、うまい、有吉でもクラッチのいいな、つかい、怖い、うまい、なかなか接戦じゃない、これ有吉のいいより、ここがいいか、どうよ、このマップ面白いけど結構疲れるね、ねえ、ここほんとすごいよ、あゆいオンライン、アリオシクライブリン、ベヒーモスよりすごいで、ここほんとに、どうよ、ここショットが多いな、マユユオンライン、すごい、なんだこれ、救援か、おお、救援物資、アポゾワクンレイン、ああ救援が来てるね、よし、高条件ゲットしよう、頑張るか、全然キルしておかないんですね、トリガーの位置ちょっと変えてんだぞ、これどこがいいか、こっち狭いからね、セントリーが置く場所、よしよしよし、有吉でもクレイオリー、
面白すぎるやろお前たち。もう勝ってるぜみんな。よし、おいおジュリーナオンライン、このマップ本当に白熱した試合でなんか無口になっちゃうわ。これなごめんね、俺がちょっとうるさすぎて。はい、有吉でもクライアリー実況も本当にねやらないと本当面白いんでね。あ、勝った。はい、勝ちましたよ皆さん、コングラチュレーション、皆さんありがとう。この動画あげるんでね、もしよかったら私の YouTube の動画見てください。カズちゃん、カズちゃん、一回これ、一回抜けるからね、武器紹介しないといけないんで、俺いつもの動画なので。はい、今回使った武器は SMG のベクター CRB にアタッチメントがレッドドットサイト拡張マガジン、リーサルはキャニスター爆弾、パークはレディーアップ、アジリティ、ストロングアーム、デッドサイレンス、フォーカス、ハードライン、ストライクパッケージはアサルトでサットコム、軍用剣、セントリーガンというカスタムでやっていきました。今回ね、フレンドの風上くんとプレイしています。結構楽しいね。ちょっと失敗したわ。ちょっと俺の実況ちょっと失敗したわ。どの辺だと思う？ちょっとわからんでしょ。最後のね、スコアボードの成績言うところ私の成績は何キルっていうか言うでしょ。俺それちょっと言うの忘れちゃったわ。はい、ご視聴ありがとうございました。で、一回ね、消して。